ウスともオカリンです。本日はノーマルかくれんぼをねやっていきたいと思います。今回はガチエリアということでかなり久々ですね。このエリアの中は皆さん塗らないようにお願いしますと。今回エリア2つあんのか、なるほどね。でエリアへとまたちょっとマップが変わるかもしれへんから、そこら辺もちょっとね期待しながら探していきたいと思います。でオカリンねプロコンを買ったんよ。でプロコン買ってんけど、なんかスプラトゥーンやるんやったらなんか普通のジョイコンの方がやりやすいなって思ってんねんけどさ、みんなをどっち使ってるんやろ。もしよかったらコメントで教えてみてくれ。なんかスティックがさ長いっていうの、その長いのがなんかすごいやりづらさが半端ないよね。よねー、米津玄師。さあそれでは今日もやっていきましょうか。今宵も開演スプラかくれんぼ始まりました。よし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 。さあこっちにはまず登れないということでよろしくて。よし、ちょっと打つ感覚もさ違うよね、このインクを打つ感覚。オッケー。じゃあどこにいるか目星はまあついてるんやけど、ちなみに今回は初見さんがゼロやったということで、最近初見さんがねあまり見られないですね。じゃあ早速いきますか。まずここは関係ない。え、どこや。あ、そかそか、あの裏。そう、あの裏には絶対、あ、これいそう、これいそう、これいそう、ここここここいいひん。まあ、この土定番の上にはさすがにおらへんやろうとね。もう塗る価値もないっすね。よし、次はそこ、ここの上には絶対一人はいるのよ。でここに隠れへんかったらどこに隠れるんですかと、ビーバスパークは。うん、そのレベルなんで。お、うんこいいひん。ここね、サクサクっと見ていきたいと思います。ここね、これ定番よね。よいしょ、どっかいいひん。このちょび塗り、これいるんじゃない、いるんじゃない、えい、いいひんか。ヒヤヒヤしたんじゃないね。もう古いか、古いな。最近アキラくん見いひんね。どこ行ったんでしょうか。よし、おいたねー見逃すところだったぜ。ホットミルク確保しました。いや、冬に飲むホットミルクは美味しいよね。あんまり飲まへんけど。よし、でもう折り返ししてんか、早いね。最近さ、種明かしのコーナー俺やってないと思うよ、普通のかくれんぼで。だから俺も成長してきたんじゃないかなって思っちゃうよね。よし、ここら辺はいない。よし、 OK です。この上はいいひんやろ。さすがにおらへんよね。よし、残り1分50秒。まずいな、残り半分あるぞ。パパパッといかなあかんな。よし、パパパッと塗って、あの上らへんはいいひんやろ。裸族としてはいない。インク全部使い切ってからスペシャルを使う。それで時間短縮をしていきたいところだが、使うタイミングがない使うタイミングがなかなかないですね。よし、こう塗って、ここらへんひん。全然気づかへんかった。よし、ケチャッコ一人倒した。残り二人ね、残り二人。よし、この隅っこいいひん。端っこいないか。じゃあ反対側のこれ使っちゃうか。使っちゃって、ここ。そこ、あの壁の上怪しいよ。あの壁の上怪しい。絶対いる、絶対いる。ん？違うな。よしよし。で、この上絶対いるから、もう塗りすぎやもん。だってここ。ここだけでやったら塗りすぎです、皆さん。これはバレてしまいますよ。ここいないですね。もう先生わかってるんですから。はい。よっしゃ、おお、決まった。いたイエーイ、全員確保。いやー、綺麗に決まりましたね。もう種明かしのコーナーとかやる機会ないんちゃう、オカリン。よし、じゃあ次はね、今日の企画をやっていきたいと思うから。てかみんな帽子かぶりすぎな流行ってんの、その帽子最近どうなん。はい、次ホテルニューオートロで敵のリス陣に隠れてみたい、行きましょう。このガチエリアのモードだけ、このオートロは敵のリス陣に行くことができます。はい、これ昔にコメントもらってなんかやりたいなと思っててんけど全然やってなかったんですよね。なのでようやくそれが実施されたということで、ほらこれ登れるね。で今回なんか相手の一人が、相手じゃないか、サンパチくんは味方やな。次弟が挑戦するということで、仲むつまじわからないですけどね。はい、仲いいですね。非常に羨ましいです。僕も兄弟欲しかったな。よし、なるべく時間がないと思うからパパパッと向こう行こう。お前ら塗れよ、頼むから。俺はもうほぼ戦力外と思ってくれていいからな。よしよしよし、これ来て、よし、ここら辺塗っといて、こっちに注意をそらしたいのよ俺は。よしよし、これで、そう、こっから登れるの、こっから登れるから、ちょっとこれで
ごまかしつつ塗るか。そう、これでちょっとだけ塗っといて不自然感をなくそう。ほんで下からこう塗って、よし、あ、じゃ、もうちょっと塗るかな、もうちょっと塗るかなもうちょっとその端っこ、その俺レールのロリで看板の裏に隠れたいから、ちょっと看板の裏をね今重点的に塗ってみました。いやこれほんまに怖いよ、見つかったら一瞬で終わるからね。残りもう行くか、あ、イカ忍者つけてきてよかった。まずまず急ぎ急ぎ、イカ忍者がいるね。あかん、残り10秒しかない、残り10秒しかない、急げ俺、急げ俺、よし、んよし、この裏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 行かれへん、この裏行かれへん、始まった、始まった、ちょいちょい、この裏行かれへん、ちょいちょい、この裏行かれへんかって、この裏行かれへんかって、あかん、行かれへん、もうないわ、一瞬で見つかったし。俺ここら辺がおったらよかったってこと？嘘だ、マジか、全然いい映像届けられなかったぜ、すまんな。意外と見つかるということで、今回はじゃあサンパチくんが左の方で、あ、意外とばらけてるじゃないですか。生チョコくんがここで、ケチャコがここね、よし、いいじゃないですか。あ、ケチャコ、ケチャコ落ちたぞ、そこの壁の裏にいたんか、なるほどね、それは大打撃、結構真ん中塗ってるなというかもうほぼほぼエリア占拠仕掛けてるやん、危ない危ない。さあケチャコくんはどうするのか、普通に歩いているが、どこに隠れる、妥協する、それとももう一回同じところ行く、どうする、 あもう見つかった判定、もうケチャコ見つかった判定、優しいな自分は、みんなもう一回隠れんのに。お、エリアの中塗ってるよ、確保すんなよ、頼むから確保しやんといてくれな、カウント進んじゃうから。オッケー、オッケーです。生チョコは見つかってないんやね、あとはサンパチと生チョコか。お、生チョコの方行ったぞ、さすがにアウトやろ、ラゾクやで、だって動く、ここから見えるやん、見えるやん、な、行かへん、あ、ラゾクじゃないな、あれちょび塗りやな、なんてずるいなんてずるい、イカ久々に見た俺、懐かしいな、そろそろイカ限定のかくれんぼもありかもしれへんね。お、そろそろサンパチの方行ってるぞ、見つかるんじゃないか、どうだ、見つかっていく、どんまい、あ、こっち、あ、これもしかしてさ、こっち側行かれへんのか、なるほどね、あ、終わってもうたそうか、バリアの位置で右側には行かれへんのか、自陣側の、なるほど。俺が若葉に変えたからホットミルク若葉変えたやん、ごめんな。はい、ラストは回収後のガンガゼアガイ音楽堂でやっていきます。そう、エリアやってなかったな、これエリアは一緒なんか、ちょっとそこも見ていきたいと思います。よし、ちょっと真ん中を偵察しに行きたいと思います。真ん中は、あ、今回こっち向きか、なるほどね、前回はちょっと横向きやったんよね、ほんで前回こう隠れたんよ、今回もここにするか。ゆちゃこギターな、ゆちゃこギター役か、どうしようかな、で結構塗ってるな、危ないぞ、エリア確保するなよ。他なんか回収されて面白くなったところないかな、こことか前からあったっけ。そうやな、特に面白いところ思い浮かべんな、こん中とかさ入れたらめっちゃ良くない、ガラスの展示品みたいな感じで、そういうバグはないんかな。ここにするか、めっちゃ普通やけど逆に分かりづらい説、逆に分かりづらい、いやー、分かりやすいな、分かりやすい、いや分かりづらい、いや分かりづらい、俺は自分を信じる。え、でもちょっと待って、いやこの透けてる透けてるこれ透けてる透明やからバレる、危ない危ない危ない、ちょっと今のさすがになしな、ここにします。オッケー、サンパチは、サンパチそこ裸族な、オッケー、でケチャコはギター担当で、ホットミルクは、どこ、ホットミルク裏方担当な、オッケー。さあ始まりましたよ、敵陣地側濡れてないな、やっぱり広いんか、ちょっと、うっ、来た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 、どう、逆に見逃す説、これあれ消えた、反対側、反対、いける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 ほーら、行ったやろみんな、よっしゃ、いいとこ見せたぜ、来たこれ。あ、ケチャコギター担当アウトです。さあ裏方の今ホットミルクのところインク飛んでます、
アウトです。で残り3発と俺な。よしよし、鬼は敵陣地側に行ったね。これでひとまず安泰やな。え、でもちょ、たまに動かな、落ちるから動くねんけど、ここ来た時やばいよな。ここえ、来る？いや、まだ来おへんな。そう、ここ来ただけに俺バレバレやからちょっと怖いですね。あ、ここ塗ったよ、ここ塗られたって。お、真ん中来たな。いるな。いるな。てか3発やばいんちゃう？3発アウトでーす。どまい。残り、あっ、あぶね、あぶね、ギリギリ、怖え。これ2戦目にしたいぐらいやわ。だってみんな2戦目で絶対みんなやめるやん、サムネ終わったら。いやー、これ3戦目の方が面白いな。ん？来てない？来てないね。オッケーオッケーオッケー。絶対降りかへんからな、絶対降りかへんぞ。よし、あ、やばい、今こっち見たくない？見てない？大丈夫？大丈夫大丈夫大丈夫。まだこんだけ残ってるからな、俺らの陣地側。これは時間が足りひんのちゃう？いや、エリアは来られへんのか。あ、なるほど、エリアはこっち来れないんだ、自陣側。あ、来た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 。なるほど、来れないってなるともう全部塗ったことになるよね。なるほど。いや、来れる、来れるじゃないですか。ちょっと来れるじゃないですか。大丈夫大丈夫。よし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 。なんかこっちだけは来れるみたいな感じかな。よし、今回はオカリンの完全勝利で終焉だな。お疲れ様です。また次回もご視聴ください。やったぜー。